皆様ごきげんよう、案内人のワンダーです。今回はジョセフさんがライブ配信した2024年5月の Q&A の4回目をご紹介します。2024年5月の Q&A。 オーストラリアは将来まだ人が住める場所になっていますか？私はそのようなことを言ったことがありませんし、どこが安全な場所だということは誰にも言ったことはありません。私は以前億万長者の地下都市避難所と未来の地球というビデオを作りました。時間をかけて作りましたし、とてもいい出来だと自分で思っています。そこではいくつか異なるソースの地図を挙げて未来の地球はどうなるか考察しました。アメリカにおける地下都市の画像をお見せしました。ここで興味深かったのは、確かエコノミストかどこかの雑誌が出していた地図で、誰かが気づいたのはそこに存在する農地はすべてビル・ゲイツによって買い占められたそうです。その地図によるとそこだけ海に沈まないで陸地として残るそうです。この地図がどれだけ正しいかどうかはわかりませんし、自分でゲイツの土地をチェックしたわけでもないのではっきりとはわかりませんが、この情報が正しいものであっても驚きませんね。特にカリフォルニアはその地図によるとただ小さな島しか残りませんが、そのあたりはゲイツが所有する土地だそうです。その信憑性はわかりませんが、億万長者の避難所のビデオをご覧ください。よく皆さん自身や家族のことを心配して、災害を避けてどこへ行ったらいいのかという質問をいつもクライアントから聞かれます。でもスピリットは私が皆さんにそれをお伝えすることを許しません。それは皆さん自身の魂の旅に関わるからです。もしあなたが2つか3つの場所で迷っているならば、大抵の場合は1つに絞る過程のお手伝いをできるかもしれませんが、私はどれがいいのかどこに行くべきかを言うことはできないのです。なぜならば占星術のチャートによってあなたは地理的に同調しているからです。アストロカートグラフィーと呼ばれるプログラムがあります。あなたの誕生日情報と生まれた場所を入力することによって地図が表示されます。オンラインでアクセスしてみてください。これは無料プログラムです。それをあなたが読めるかどうかはわかりませんが、自分のマップを作成することはできます。この地図の読み方を簡単にお教えしましょう。地図を作成するとあなたの誕生日から割り出されたたくさんの線が現れます。あなたにとって最適な住む場所はブルーのラインが通っているところです。これは 100% 正確です。私が現在住んでいるアリゾナは私のライン上にあります。前に住んでいたペンシルバニアには全く線はありませんでした。私のは随分昔に占星術師に割り出してもらったのですが、彼女はアリゾナを指さして、あなたはここに住む必要があります、と私に言いました。その考えは実は私の頭の中にすでにありましたが、それを言う前に彼女はそのことを私に言ったのです。やっぱりそうだったんだと私は思いました。そして彼女はペンシルバニアを指さして、ここに何の線もないでしょ。ですからここに住むべきではないし、ここにいてもあなたは満足な幸福、喜び、裕福さを得ることはできません。あなたのエネルギーは地理的に同調していないといけないのです。このアリゾナに住んで感じるのは奇妙で、ここに私はずっと前から住んでいる気がするのです。なぜもっと前に引っ越してこなかったのだろうかと感じるのです。ここが自分の故郷とさえ思うのです。東海岸は今思うと自分にとって少し変でした。このしっくり来ない感じはうまく説明できません。あなたが自分の線を見つけるまでそれは続くのでしょう。どこに行けばいいのか不安になる代わりにこの地図は無料なのでご自分で試してください。そしてもしそうしたいのなら引っ越してください。あなたには世界中のどこであろうと引っ越す準備ができていると宇宙に願いをかけるのです。宇宙は私が夢に描いた以上のものを私に与えてくれます。ただ自分の心を開いて待つのです。
誰かにどこか旅行へ行こうと誘われたら、なぜ、と言わずにただ行ってみてください。あなたがそこに住むというわけではありませんが、その旅の途中で何か関連することに出会うかもしれません。私の場合ある意味そうやって出会いました。スピリットがこっちにおいでとずっと私に言い続けてくれたのです。以前ここを訪れたことがあったのでなぜ再び行けと言われているのかわからなかったのですが、スピリットはずっと言い続けました。それなのに私が無視していたので突然友人から電話が来て、その人からここに行こうと誘われたのです。やはり押されているなと思いそれに従いました。ここに到着して瞑想をしているとメッセージを受け取ったのです。ここがあなたが次に住むところです。と、その時他の土地に行こうと思っていました。今はここが私のホームベースです。スピリットがいつでもここがあなたのホームベースですよと今私に言いました。将来どこに行くかはわかりませんが気持ちはオープンにしています。皆さんもぜひオープンしていてください。皆さんに見せたい画像をいくつか用意しています。これは2週間ほど前にフロリダのどこかで撮られた映像です。おそらくフォートローダーデイルです。この映像の真偽はわかりかねますがご覧ください。これはフロリダで撮影されました。何かが爆発して上がった煙のようです。このビデオで人々が見ている方向はケープカナベラルかどこかロケットを発射する基地のあるところで、でもその日の発射はキャンセルされたはずなのです。ですから何も起こっていないはずなのです。このビーチで楽しんでいた人々は突然大きな爆発音を聞きこの煙を目撃したのです。おかしいですよね。ニュースでは何も言っていなかったのです。ちょっとおかしいと思いませんか？他にも見せたい画像があります。これは心配になるほど気味が悪いです。この方は皆さんご存知のように大変お金持ちです。イーロン・マスクは世界で初めて脳にチップを埋め込んだ患者の進捗状況を発表しました。これは彼が持つ会社ニューロリンクが始めたもので、それは X のライブイベントで発表されました。イーロン・マスクはその患者は術後完全に回復し、彼が思考するだけでスクリーン上のカーソルを動かせることができるようになったと発表しました。ロボットがチップを体の動きを司る脳の領域に埋め込んだそうです。このプロジェクトの最初のゴールは思考でカーソルやキーボードを動かすことができることで、最終的にはこのテクノロジーによって完全に脳にリンクすることが可能だと言っています。いかがでしたか？少し気味が悪いですよね。もし全身不随になって体を動かせない状態になったならこれは素晴らしいことだと思います。でもこのプロジェクト自体が気味悪くて、このテクノロジーの目的の裏にはもっと深い意味があります。エリートたちはサイボーグになって永遠に生きることができるようにこのテクノロジーが欲しいのです。古代エジプトのファラオと同じです。ロスチャイルド、ロックフェラーなどのファミリーが皆この古代ファラオの血統を継ぐ人々と言われています。本当かどうかはわかりませんが、彼らはそのように振る舞っています。彼らはファラオのように不老不死でいたいのです。ファラオはその不老不死を信じていました。なぜならば神は彼らに永遠に生きられる秘密を告げたからです。その神は、その言葉は口にできません。なぜならば言うたびに YouTube でブルータグが付けられるのです。私のチャンネルにブルータグが付くのです。それは避けたいのです。グアムにまた去年襲ったような大型台風が直撃しますか？いいえ、今年は起こりません。ただ将来再び大型台風がやってきます。今2027年と頭に入ってきました。いかがでしょうか？ブルータグは何のことかわかりませんが、日本では収益化停止の黄色いマークがつきます。これを見た時のがっかりした気持ちは何とも言い表せません。こちらで配信できないお話や、審査に落ちて配信できなかった動画などはメディアブルで配信中です。概要欄にリンクがありますので、
ぜひ一度訪れてみてください。今回の動画、気に入っていただけたらチャンネル登録、グッドボタン、コメントいただけたら励みになります。最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。